ミスタートレーズです。今日はプエルタデルソルのご紹介をさせていただきます。プエルタデルソルのゴールドの値上がりの動画を前に配信させていただいたと思うんですが、こちらがですね、やっぱり8月頭にですね、値上がりしまして、そりゃそうなんですけど、しっかり値上がりしまして、ダリリング例えばですけど、あれだいたい50万ぐらいになるかなっていうのを動画で言ったと思うんですが、こちらやっぱり70万台まで上がりましたし、結構やっぱり今の7000円台っていうところもあって、しっかりとした価格になってますね。で、結構期日が2週間もなかったと思うんですけども、動画上げてから考える時間ちょっと決めれなかったっていう方のために、土井さんが結構頑張ってテント用にオーダーしてくれましたので、結構たくさん来ると思います。で、ちょっとこんな時期ですけどね、結構当店ゴールドたくさん入りますので、プエルタのゴールド前から欲しかった方、最後のチャンスです。1点ずつ買いますって早く言った人のものになりますので、電話なり LINE なり、もう通販ポチるなり、結構最近 YouTube に上げた、もう次の日にいち早く売れてしまうっていうものがあるんですけども、やっぱりもう本当に先に買いますって言ってくれた人の勝ちになるので、例えばもう LINE なんかはもう一番早いんですけど、確約、その代わりやっぱりキャンセルは絶対になしなんですが、こちらのゴールドに関してなんかはもう本当にラストチャンスなので、動画見ていただいて、本当にいいのしか入れてませんので、ぜひともちょっと今日の動画は楽しみに見ていただければなと思います。はい、でまずですね、もう7月末にオーダーかけさせていただいて、前価格で許可いただいてる商品がですね、ちょっとずつ届いてまして、今日もすでに届いたんですね。早かったんですけども、ちなみにちらっとお見せすると、ペンダントだとこの2つが来てます。エースの、トランプのエースの裏ダイヤバージョン。18金ですね。このペンダントと、このラブユーって入ってるペンダントですね。これトランプなんかはもうずーっと名作で、スペードのエースですね。エースオブスペードですね。表面が。で、裏にダイヤのパフェ。ダイヤのパフェでトランプの裏側の柄あるじゃないですか。あれを表現してるっていうね。贅沢なペンなんてですね。彫りで表現してもよかったところをダイヤ散りばめちゃったみたいな。こっちでつけてる方が多いですけどね、やっぱり。で、大きさも結構しっかりあります。で、お値段がちなみにトランプのエースの方ですね。こちらが18金ダイヤバージョンで16万円です。今価格実際値上がり後は30万になってるんで、本当に倍ぐらいになっちゃってますね。まあ値段関係ないよっていう人はもう全然ゆっくり買っていただいてもいいと思うんですが、でこちらがラブユーですね。こちらプエルタさんの公式サイトの方では秘密のメッセージが入ってますっていう感じなんですけど、暴露しちゃうとこれ LOVEYOU って入ってるんですね。数字でデザインされてるんですけど、デザインとしてはもうね、数字っていうシンプルな感じなんですが、実は言うとアルファベットで A が1、B が2って感じで数えてやっていただくと Love You って入ってるんですね。なのでご自分でつけててもいいし、例えば彼女にプレゼントとかもいいと思いますし、奥さんにプレゼントとか、まあ旦那さんにプレゼントとかもいいと思いますけど、結構軽めなので、こちらの場合はそんなに太いチェーンじゃなくてもつけられると思います。結構薄めなので、でお値段がこちらの場合がなんと6万円なんですね。めちゃめちゃお値打ちに買えます。6万円です。6万6000ですね、税込みで。こちらゴールド商品すべてプエルタさんから箱付きでいただいてますので、ラッピングももちろん無料でさせていただきますので、プレゼントにもおすすめですね。であとはピアスですね。星のピアスです。これ18金のスターのピアスです。プエルタさんちっちゃいのも出てるんですが、これは少し大きめバージョンですね。お値段が2万3000円です。これシルバーと黒とかもあるので、色違いでシルバーと金で並べてつけてもかっこいいですね。ちっちゃいのと並べてもいいですけどね。こちらも届きました。で、あとナイトのペンダントですね。こちらの場合はめちゃめちゃ重たいので、少し太めのチェーンでつけていただくのがおすすめですね。チャームっていう感覚じゃなくても、ちっちゃいペンダントとしてつけていただく感じで、立体的になっていて18金になっているので、シルバーよりはるかにやっぱり重いですね。こちらもかなりお値段上がってしまってるので、前価格でこちらも18万で買っていただけます。こちらも一つ、まだ来てないですが、後に届きますので、こちらも予約早い者勝ちで受けたまわります。で、あとはダリ。前回もお話ししましたけど、50万ぐらいになるかなって言ってたのがもう70万台になった、このリングも実は2つきます。サイズが11号と16号ですね。でサファイアダイヤバージョンで2つ届きますので、こちらもサイズがいい方ぜひおすすめです。
34万2税ですね。で、ペンダントも来ますね。ペンダントもダイヤとサファイアバージョンで、こちらは一つだけ店頭用に来ますので、こちらも早い者勝ちで、で、ダルペンダントは26万2000円にプラス税で買っていただけます。こちらもおすすめです。ダルペンダントなんかはもう本当にしっかりしたチェーンでつけていただいた方がいいです。厚みもしっかりしてますね。で、あとはベルトリングです。こちらは店頭にある、前からあるのがこのシルバーの上にバックルが18金になってダイヤになってるバージョンですね。こちらも9万4000円で売ってます。こちらは17号ですね。こちらもラス1、ラスト価格です。これも倍まで売ってないけど15万ぐらいになっちゃったんで、で、お値段が9万4000円ですね。で、今着てないけど、ここのシルバーの部分が黒いバージョンですね。こちら9万6000円で、13号で、こちら時期に物が届きます。こちらも売約承ってますので、全然おっしゃってください。黒金は私は結構おすすめですね。このシルバーに18金っていうのも、このハゲがないので、コーティングがないので、安心なんですが、結構この黒に金っていうのが、ありそうで、他のブランドさんなかなかブラックコーティングね、やってるところも少ないのもありますし、まるでこう時計みたいな感じでね、黒ベルトに金、しかもダイヤが乗ってるっていうバックルが乗ってるバージョン、こちらはかなりおすすめです。まあサイズは直せないので、13号でハマる方、もしよろしければ全然おっしゃってください。はい。というわけで、こちらラストチャンスになりますので、わかりやすく表にまとめたものを最後にお見せしますね。こちらです。もう残りこれだけ前価格で買えますよっていう店頭用オーダーですね。この動画が配信後ご連絡来た順に売れていきますので、ぜひともお店に急いで来ていただいてもいいですし、まだ届いてないものも予約として受けたまわりますので、何なりとおっしゃってください。はい。あとですね、プエルトさんから前回の値上がりの動画ですね、値上がり後も載せてて大丈夫かなっていうのも一応プエルトさんに許可いただいてますので、うちの店頭用のオーダーのものが売れるまではいいよっていう許可もいただいてますので、その後多分消えると思いますがそういった意味で消しますので、はい、よろしくお願いします。てな感じで、もし予約がない状態で届いた場合は実物お見せできたらなと思いますので、そういう感じでちょっと次の動画まで待とうかなっていう方はね、配信されたらぜひまたぜひ見て考えてみてください。はい、そんな感じでここのボタンクリックで飛べますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた見てください。ではまた。